はい、皆さんどうも、ミサロです。ポケットモンスター、金実況プレイヤーの実況やっていきましょう。朝日シティに到着をしておりまして、で、演習室で着いたところ、レベル上げて、塔が終わったところで、こんな感じ。前回ね、飛脚を仲間に入れたりとか、いろいろしたんですけども、大体経験的にはそんな、なんやかんやをしていたら、あ、自分ってここでやることなんですけども、ここに、アサギの、クリスタよりだいぶ遅れてしまいまして、上に登っていくんですが、なるべく早めにやっていきたいなと思う所存なんですが、倒してきました。うわ、5体もおるで。で、そこら辺のね、ドイツも一回とりあえず見せすればいいかなっていう感じですかね。ここの穴は一応最後変えるようになっています。救助でいける。で、一通りこれもどんどん上に登っていきます。まあ、松葉は比較的簡単にいけるかなとは思っております。まあ、ここら辺のノーマルタイプの戦いは多分金のでね、お見せしていくと思います。まあ、ゴースト技もそんなないんですけどね。呪いこうやって HP が下がっていく。で、ここは向こう反対側に行けるんだけど、アイテムがあるだけで正規には穴を掘る、ここに落ちる形になります。で、ここで次残しちゃうとアイテムがあるんで、4分の1削られるんで、左側に落ちれば、ブルブルに任せましょう。彼と戦わずに進みます。で、上に登りましょう。で、ゴーストタイプの技もね、物理だから、あ、穴を掘られますね。そう、てっぺんだ。穴を掘られるから大丈夫かな。みかんちゃん、このポケモンいつも海を照らしてくれた。ここはね、飛脚とブルブルに任せていく感じにしようかなと。丹波にはすごい薬屋さんがいるそうですけど、ゴースゴースゴース、私あかりちゃんのそばを離れるわけにはいかないし、お願いです、私の代わりに薬をもらってきていただけませんか。これをやらないと確かに薬がもらえないんだよね。潜れば効かないか。オッケーオッケー。パパルー、息をするのも苦しそう。結構これ忘れてね、さっき丹波行っちゃうんで、ね、どこまでだ、朝日まで行けるかな。うわ、あとはもう攻撃力33もすごかったり、防御力87もすごいね。一番下まで飛び降りていくんですよ、東大を。よしよし。でも、あと結構みんな、早く戻るためにね。下で投げる威力そもそも低いしね。物理技なんで。何回か飛び降りてんだ、あれ。5、6回くらいかな。まあ、シャドウボールがそんなに怖くないとして降りてると思うんだけど。玄関の攻撃力でも当たれるシャドウボールもなかなか、何曜日だ、もうそんな威力は出ないし、どっか来たっけ。木曜日だと思うか。僕はどこにいるんだっけな。うーい。これ十字ボタンの操作がね、一歩遅れちゃうんだよ。なんかね、ますが、一歩遅れるっていうか、なんか一個いっちゃうんだよね。ちょっとでも距離を稼ぐか。あー、バトルタワーだ。で、飛脚にはもうそもそもね、ゴーストタイプだから効果ないから。バトルタワーがあるんだよ、ここに。太鼓さん、太鼓おばさん、緑色のお姉さん、どうしてこんなことに。何をするとこなのか。久しぶりに昼に取れてるんだけど、いっぱいするのね。まあ、とにかくね、暑い。バトルタワーの今回がん、扇風機つけてるわけじゃないんだけど、前に以前にさ、風が強い日に通ってまだ消えたらすごいことになったじゃないですか。で、今日も風ないから大丈夫だと思いますが、ただお昼だから暑いですね。これ多分ね、金だとね、ここ何もないと撮影してる段階ではお盆の最終日、最終日なのかな、今日は。この先に行くと何やでっかい日は終わったんだけど、なんだになりまして、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私の方はね、あのお盆関係ない職種にいるので、お盆休みなんてものはむしろないんですけども、ラブラ鈴木、こう来たからこうですね。これ上で行けるんだっけ。そう、あれ今日ね、今日っていうか昨日なんですけど、すれ違った子供たちというか小学生ぐらいの子供たちがいて、まあ、むしろ言うならば休みが1日減ったっていうことですね。ポケモンごっこやろうぜって言ってたんですよ。お、ポケモンごっこがなかなかあれだなと思って、まあ多分今ポケモンごっこか妖怪ウォッチごっことかになると思うんですけど、ね、数年前にあった子供たちはやっぱ妖怪ウォッチのあれとブームの真っ只中だったからさ、すげえずらずらずらに過ぎに来たんだよ。今日あった子たちはね、ポケモンごっこやろうぜっつって、まあ飛脚のレベルだけは次でもできるから、そこそこでもいいんだよね。あ、すげえビクビクいてるけど大丈夫かな。海の中に何やってんのか。勝ちも負けもいっぱいありましたよ。で、上結果何のポケモン出てくるのかなと思ってちょっとね聞いてたらね、すごいんだよ、一回チラッと動画で見ただけだから。ルギアが大好きみたいでね、俺ルギアみたいな感じで言ってて、トレーナーとかとまたパティ一歩ずれたな、俺ラプラスみたいな感じで。ラグがあるからそのせいなのかな。メタモン、あとなんかチョイスがあって、ラプラスとかさ、メタモンとかポケモン GO とかなのかなと思うけど、ルギアってあれかな、最近追加されたんでしたっけ。たまにバグったりするんだよね、ポケモン GO 情勢は。あまり詳しくない。伝説追加されたってもどうせ勝てねえから。ヨネコさん、あのフリーザーかなんかが出てきた時もそもそも勝てないから挑んですらいないんですよね。確かね、あのレイドバトルに関してはあんまりポケモン数がないからっていうのもあると思うんだけど、あとそもそもレベルがこっちの自分のレベルが低いからっていうのもあるんですけども、
あれ渦巻き島ですね。だから今日が休みだからようやく休みもらって、今日休みだからじゃないですか。星一つ、昨日の夜に実況撮ろうと思ってたんだけど、星二つすらも立てないですか。寝落ちしちゃって、あ、ダメだこれはと思って、まあ体力的だと思うんだけど、親が今日はもう出かけていないということで、はい、タンパ到着。あ、じゃあこれだったら昼にのんびり撮ろうと思ってね、っていうのもありかな。今日はここがのんびりしてきました。あとはね、写真はしか、あ、写真はじゃあ関係ない。某ゲームショップでね、クリスタルだったっけな、中古の DS とかソフトがね、すげえ安かったからすげえまとめて買ってきました。3つここだったっけ、4つぐらい買ってきたのか、実況するかもしれないような君の今日の住所ぐらい買ってきて、何事か、あとで多分、まあ、てかもうこの動画をアップされてる頃にはもう特にね、Twitter のところに画像で載ってると思うんですけど、また後日ちょっと付け足しで買いに行こうかなと思って、ね、安い時にちょっとある程度買いだめといて、元のことでないとは実況の合間に楽しんだり、戻るんだけど、普通に実況するサロットが売っていてね、そして普通にプレイするかもしれないんで、ここのジムをクリアするのが買っとけばね早いと、まあいずれできるから。格好ですね、丹波。だから DS のソフト俺も結構好きだからさ、アシトポケモン熱い友情に結ばれてやったことがあるソフトとかさ、中途半端にできなかったこの距離だとあれだよ、結構 DS で始まりますけども、そこら辺も間違えて、ね、そもそも見たいな金銀の頃にはない、だからまたちょっと後で買い足しに、そろそろ期間終わっちゃうから安くなくなっちゃうんだけどね。飛脚さあ、続くで戦うことができるでしょうか。いけ、続け、よしよし、確認ならいいよ、呪い飛び蹴り、次エビちゃん待ってるから、うわ、つえ、何分撮ってるとかって見えちゃってるからね。で、ここコスト空を飛ぶ、で、飛脚のね、来て、つつくの威力も上がるんだよね、空飛ぶ下げるから。筋肉は確か何も動いてなかった気がするから、なんだっけな、確かなんかベトベトンかなんかに挑んで負けたんだよね。ゲンガーになるとさすがに素早さ負けんだよね。ないぞ。あ、呪いも潜ってるか聞かないと。ベトベターじゃねえ、ベトベトンか。ベトベトンに負けて、最初はどうやって投げてるかやらなかったかな、エビちゃん。次、カポエラーかな。ゲンガそのまま行くか。最後の鳴き声してますね。来るんだよ。で、夢食いなんだよね、タイだからそれだと、グルダクはちょっと無理なんだよ。耐えた、さすがと。それ知らずに普通だなんてないよね。金は一回、あれ、マッパって言ったじゃないですか。あったっけ、どうでしたっけ。あ、当たんないね。ラッキーラッキー。覚えていないな。ないと思うよな。金は一回、試しで、ロケハンしたんですよ。で、その時に、ゴーストタイプって物理だし、さすがに、イワークのね、防御力だったら楽勝でしょうと思って突っ込んでいったらゲンガーにやられたんですよ。え、いつか催眠術来た段階で、まあどうせシャドーボールでしょうと思ってたら夢食い来て、ああ確かに一発で死んだ気がする。ダメだ、これ全然記憶ないですね。今回はその記憶を生かして、まあ、ちょっと後で調べます。無事松葉も突破しました、ね、さあ、ケイ、あとはまだ足りないのか。分かった、この場所は君のものだ。あれだよ、レイドバトル3とか無理だよ。ファントムが一旦言葉はいらない。拳力当たろう。ファントム、ファントム、ファントムだと、っていうか、まず出てくるのはあれかな。エスパータイプと地面タイプがいないから、ダメージいかなくて、それぐらいしか。シャドーボール、これはあれですね、クリスタルの方ではゴールだから禁止になりましたね。勝てなかったんだよね。シャドーボール、こいつら現状では覚えないし、そこはあとはメンツ次第だと思うんだけど、ここでメンツ次第で、やらなきゃいけないのが、レードの2を勝てない。どうするか勝てるかどうか微妙ってことはね、確かフリーザーとかのレベル上げにするか、ちょっとレベル差開いてきましたもんね。でさ、ただ当然さ、になかなかやってる人なんですけど、じゃあ先にここ挨拶するか。何人か多分いるんだろうけどさ、同じタイミングにさ、一緒にレードバトルやるような人がいるとは思えないんだ、残念ながら。ボン、イワナダレ耐えるか微妙。ボン、ボンってあれかな、方言でボイズ、ボーズってことなのかな。ワシツーとか言わないでよ。Okay、クリスタルってこれで、ね、先に話さないで倒し終わった後に話しちゃったんで、いいね、いいね。ドリルクチュバシは確かに左上がエイフィーだったような気もするんだよね。おい打ちか、エイフィーさえ倒しちゃえばあとは弱点いないから、まあ、覚えさせましょうか。あ、ムサジ違いました、右端だっけ。筋肉、まあ、岩倉家は結局格闘は確か持ってないテッカニーかと思った、はい、よかった。テッカニーの2が抜けたんですね。どうするかな、なんか回復あったかな。あー、2発で倒せた、砂かけやめて。あー、全然ないな。そしてランスーバー、あ、急所、よくやった。タンバってさ、やばなかったよね。おお、結局43だった気がするんだよ、フレンドリーショップが。さすがですね、ワンリキーさん。今は一体化されてるけどね。30だからな。まだまだ、ポケモンセンターとフレンドリーショップは別々の店舗構えだから。EVもね、次、まだ追加されないもんね。人気が出てから、まだちょっと。その次ぐらいになると追加される。タンバはなかった気がするんです。
ルビーサファー出なくてダイヤモンドパールで出て、空を飛ぶのわざましいんじゃない、秘伝がね、ダイヤモンドパールで出てから青って言ってた、そのままを倒すことによってもらえる気がする、ね、ダイヤモンドパールで出たってポケモンが空と技を覚えていれば楽なんだけど、ジンバッジが使えない、金銀そう、そうしないともらえないから、先に空飛ぶだけグレーはね、これ空飛ぶのでもうその次が2位手だけど、まだ相手って書かないといけない、エクサ力を覚えさせてなかったっけ、怪力もらってるよね、あとなんかメールが来たとしたことが OK、 3発怪力どこでもらうんだ、45リワークの攻撃力に癖を、海を渡ってきてしまったぞ、もうちょっとで勝てそうやったのに、よしよし、そのまま行っちゃうぞ、アサギだったっけ、中で仕切れる、え、ポケモン勝負者あるの、あー仕方ないな、アサギ戻るか、ここら辺にミナキさんいなかったっけ、マイカン、タマオ、ブラッキー、スイ君、格闘がいるとブラッキーはね、楽でいいわ、ブラッキーってなんだけどね、今のスイ君じゃなかったか、あ、ブラッキーのチラッとしか見えなかった、海の上、スイ君が走ってたように見てる、あの、サイドステップしてなかったのか、ブラッキーは60、だから60、しかもすごい速さでバチア道を駆け巡る、忘れちゃった、素晴らしい、私ももっと近くでスイ君を見てみたいのだが、ちょっと低め、よし、トレーナーであると君と戦って私もスイ君に認めてもらおう、すげえ、早速勝負だ、行くぞ、筋肉急、さあ、見なきゃね、ああ、お前 BGM は普通なんだ、普通のトレーナー扱いか、経験値くれるね、謎の青年見なき、スリーク、エスパーですね、スモモ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 の内キャック、クリスタルでも行ってそう、また海を渡らないといけない、つつくのは危険でしょう、空手チョン、おーおーおお、引くな、急所がびっくりした、眠るはよくない、ブイズってなんだっけな、レベルなんだっか、16ぐらいでさ、とかでもあれば1回覚えるんだよね、水鉄砲とか電気ショックとかさ、火の粉とかね、この当時かなんかは確かそんなような気がするね、あれクリスタルから EV がバトンタッチをレベルで覚えるようになったのかな、怪力はアサギだったっけ、クリスタルでさ覚えるようになったりとか、ところどころ抜けてんな、卵技とかアルバイトの前に思っているんだ、他のどこが来た、カラカラはいつに進化するんだ、なんだっけな、クロスチョップ骨コンボ、ルビーとかクロスチョップ覚えるのも卵で、骨ブーメランにクリスタルだったっけな、でもマルマインってさ、あのね、ポケモンスタジアムの金銀があったからさ、ベイビーカップ技ってレベル5の卵で生まれたやつだから、レベル5じゃないと出れないから卵じゃなくてもいいのか、レベル5が出るのよかったのソニックブームけどさ、それがあるからね、強力な技を覚えさせてさ、ブームでも勝ったことあったかな、なんか乱数っぽかった、どんなパーティー組めばいいんだろう、ストライクが使ってたような気がするんだよね、ストライク、謎の青年ゴースト、じゃあそのまま戦ってみましょう、ベイビーポケモンじゃなくてもいいから、レベル5だったらいいんだっけ、あれこれ先生の注文出したっけ、出れないか、やったぜ、なんか出れるやつが、あ、そうだ、あと波乗り使えるポケモン手持ちに入れとかないといけないから、まさに踊るようだった、悔しいけど私は負けだ、波乗りが覚えていないので、降りてクリスタルの前を、ワニノコ、ワニノコじゃねえや、私はスイクル探す、また会うであろう、あれあったかな、これ以降ミナキに会った記憶っていうのがあんまないんだよな、ここにね、ミナキにこれチコリッタで始めてるよね、その後どっかで会うっけ、ってことはどっかで会わなかったっけ、波乗りを覚えるポケモンを、これじゃないと抜けられないか、捕まえないといけないのか、多分アサギのね、なるほどね、あなるほど、分かった、じゃあ順番変更するか、ね、チコリータだもんね、先にアサギのジム行くか、勝てるかな、怪しい気がするけど、ここでそれが来てしまったか、まあいいでしょう、せっかくだ、じゃあやるか、右は行けないから、もうこれあれなんですよ、行くしかないですね、東大に戻って薬渡しちゃえばるんですよみたいなこと言ったけど、もう戦えるんですよ、そうでもない、これマップ変わってるかな、でこいつは行っていいか、だからそっちの方がね、無駄はなくていいよね、勝てるかどうか別にね、この姉ちゃんは割とてっうえい、止まってた、あ、ほんといいよ、ミスさんポケモン強いな、全員だったらいろいろこと教えてほしいよ、もちろん強くはないかな、ね、残念ながら、エンジョイ勢ですレアじゃないか、普通に出るって、普通に出るっていうか野生出る、2がドクラゲすげー出てたけどね、メノクラゲ、ドクラゲ、マンタインか、ブルブル、あ、てかもうあれじゃん、飛脚のレベル見てんじゃん、マンタインって普通にアニメで出るんだな、まあ、静電気もないからね、チョンシーとかは次か、さすがにね、穴掘りでいきますが、俺もテストが深海魚的な感じだった気がするから、でもなんかマンタインもなんか釣りのイメージがありましたね、初めにピカチュウ的な電気タイプがいるんじゃないかなと思ってて、メリープ見て速攻でさ捕まえに行ったよね、可愛いんだメリープが、うわすごいところに女の子、そしてやっぱ水上ってさ、ね、エンカウント率高めな気がしますよね、ドクラゲ
飛脚でも良かった気がするけど、ケタグリ。あーららら。うん。ひるまないね。あ、オッケー、到着。意外と近かった。一回どっかでひるませましたよね。ね、どっかの民家だ。ここら辺の民家じゃなかったっけな。なるほどね。そういう戦い事をするんだ。帰り行って。お。随分と部屋さんのポケモンだな。そんなんじゃ大きな役者だろ。別かで帰り技教えて。あ、万力 HP 高いね。あと、なんだっけ、モニドリルより高いんだ。己の行きたいのが低いっていう力強さが自慢なんだ。あと、あんま自転車で突っ込むとさ、ここら辺にいるトレーナーにね、目が合っちゃったりするからね。意外と俺は気がするんだよな。こういう感じの歩き方をする。朝日で言えば海。海といえば。この頃って、じゃあこれ30年釣りをしてるんだ。エンカウントで使わないんだっけ、釣りでも自転車で調整するか。釣り人誕生だ。あ、いい釣り竿ですね。いい釣り竿か、すごい釣り竿生まれがすごい長い。いつもね、どこでね、ボロの釣り竿をもらうかまだ覚えていないんですよね。何に見られてるの。俺はお前みたいな弱いやつ入っちゃうから。2回も負けてるのに。増えていえば、ここのジムリーダーもいないぜ。東大で弱ったポケモンを探してるってよ。バカバカしい弱ったポケモンなんかほっとけんさ。あとちょっとあれだよね、一回アイテム整理しましょうか。お前東大で修行してきたらどうだ。ちょっと強くなれるかもしれないぜ。そう、ここね、クリスタルの方でパッとしたアサギの東大編をまあやりますっつっても、普通に先に進んでってトレーナー倒していくだけなんで気がするんだけど、いいまあそんなにあれなことはしないんだけど、で先に東大行かないとまた戻ってこないといけないから、預けるくらいだったらもう売っちゃった方が早いよね。まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけどね。いい傷薬、まあ先にここら辺の方がレベル上げとかに行くのがいいんだけど、買いに来た売りに来た飛脚にしてた。あ、ったったボールがハイパーボール1個か。でも600円だからね、なかなかいい値段で売れますね。あとは、前回宣言したのでシャドーボール、これもどっからどっからポケモンが夜禁止で売りましょう。お祭りしてできたのが、お祭りしてこの灯台ですって。フェスティバルの方かと思ったけど縦祭る方ですね。あと使わなさそうな道具、君には触れない PP8 とかは、あー、おじさんの金の玉で売っていきましょうか。シルバースプレーか。あー、あとでじゃあ使うか、まあ、これは買えるような穴ですね。で買いに来たで、いい傷薬で、おや君、ここは遊ぶ場所ではないよ。飲み物を持ってくるのを忘れてしまった。ジェントルメンいいか。ガーディのイメージが10個しておきましょうか。夜の作りでした、すいません。アーネルサンダースだった。波乗りメール、なんかメールもね、いいあれがあったらいいんですけどね。俺結構メールシステム好きだったね。でもこっから先はね、正直あんまり使わなくなっちゃうの。東大のさ、だからレベル上げられる時にはちょっと違うんじゃないか。しっかりと戦っておいて、上のところにあそこでしか見ることができない。外れた。見るか。続く。こんな感じになってますね。まあまあ使うか。アサギでワンチャンか。今だってあれでしょ、ラッキーにラッキー声やられてるから拡散ないのか。つらい。シーカーの奇跡がね、流行ってるけど、流行ってるけど、いつの時代だっけ。ラッドバイト2だったっけ。ったラッキーにメールを持たせてさ、トリックでメールって確か怒りから余計なも変なもん持たされないように、ずっと的な感じで確かトリック対策でメールを持たせてたぐらいですよね。一匹で行くときはね、怒りとかに打ちないですね。やった方が良いような、いいような気もするけどね。いつだって喧嘩したいのだ。偏見。カラカラで喧嘩したいわけで海の男になってるわけではないけどね。まあ最後の一匹を、だからジムトレーナーが、まあ、バレたいってことだ、ね、気がするが、いきなしね、ジムリーダー戦でね、レベル元気ですね。40ぐらいじゃなかったかな。そんなに、いや違う、40は違う、伏せ目だ。だから30できればね、一番上までスムーズにいきたいもんですよね。そう、レベル上げとかあって、俺結構するタイプなんですよ。だから伏せ目のね、見かけたトレーナーを全部倒したい、ね、40だった気がするタイプの人間なんです、ね、その薬で赤いちゃん治せる。いや、治せないかもしれないですね。そうですか。だから結構ね、こういうのもね、時間かけて飲んで心が痛むけど、はい、行くんだけどさ、でも、ね、あの、弱くしないでさ、ね、サンハンドムーンが全然やってなかったから、受け取らないから。あれ、もっと9時間ぐらいしか確かに言わないのかな。みかんがやってんのかな。この間、初めて、なんだっけ、砂漠？あれは何砂漠だ？バルバルっていうところをようやく開いてもらいました。本当に良かったです。ありがとうございます。あなたのおかげです。で、私、あれの存在知らなかった。ストーリー上多分行かなくていいところだと思うんだけど。追いかけていこう。ケツ追いかけよう。あ、君は戦わなくていいとかね。あったね。それをね、なんでそこに行くことになったかっていうと、今ポケモンの対戦技術をやろうと考えてて、今ヘッド手に入ったね。次のパーティーね。でもミカンはラス1でカップコケコを使おうと思ったんですよ。で、物理型、確か
にしようと思ってて、普通 の, あのゲーム版の方での、まあ、でも永住してるわけじゃないから、ったからまかりちゃんの世話をしてる相馬かなんかにカップが配信されたじゃないですか。じゃあそいつ残ってるし、そいつを物理型にしとけば見栄えも良くなるしちょうどいいじゃんと思って、さてじゃあ、ね、先にやっちゃおう、じゃあいざ厳選始めようって思って2回ぐらいやった時に、これもしかして臆病固定かなと思って、多分コイルなら倒せる。でどうやらそれがね臆病固定だったらしくって、あれコイルの一番くじやるんですよ、まあ、やっちまったと、 やるらしいですよねっていう話しました。じゃあカップできねえや、どうするかって言ったら金の方でしてるかもしれない。あじゃあ別のカップで、カップブルブルブルなんか言った気がするな。ちょっと名前に欲しいんだよな、怪しいけど思ってるっていうことも多分どっか言ってるけど、レヒリは分かるんだけど、あそうかやっぱカラカラにブルブルル、ちょっと ね、そこがちょっと怪しい。先生の爪のでこっち行くとアイテムがあるんだけど行き止まりですっていう話をしたのかな。行きなし朝木ジム戦だ、みかんちゃんこの街の自分には何、私連れ戻すつもりだよ、いないから行きなしみかんちゃん連れ戻さなくてもさ別の人が交代で看病してあげればいいんじゃないかなと思うんだけど、それはやばかな、周りいる